ルドルフ、オルフェイブル、これを見てほしい。に対するみんなの反応。これを見てほしい。なんだこれは。いにしえの記憶さ。トレセン学園の諸校区深くに眠っていたものだ。素敵だろう。この170はありそうなマックイーンの隣にいるのは？そのうち来るだろう。マックちゃんもだけどオペラ王もでけー。このオペいいね。右下は私とオグリキャップが前世から恋仲であったことを表している貴重な資料なんだ。あり得たかもしれない可能性の世界だ。ないんだが？でもオグリはスケート得意って。関係ないんだが？近畿だよ。忘れるべき記録だよ。ふーむ、最近ルドールってよく聞くと思ったら、シンボリルドルフとオルフェイブルを組み合わせた素敵なカップリングなんだが、両者ともにクラシック路線に進み、皐月賞、日本ダービー、菊花賞を制した三冠馬娘と呼ばれてたんだが、岡部が一度乗ったことを除けば接点が皆無の足毛よりよっぽど接点が強くて、お似合いだと言われるようになったんだが、オルフェイブルはイメチェンしてからまだ日が浅くてルドルフとの絡みもまだ少ないが、これからきっと絡みが増えまくること間違いないんだが、今からルドールファンを初めて見るんだが、やめやおぐり。む、うっかり玉のご家族全員が行ける豪華旅行ツアーのチケット券を玉の家に送ってしまったな。ルドールって素敵やな。すべてを海に沈めるんだが、誰もが蒸し返したくない暗部なんだが、せやかておぐり、よくルドルフとオルフェのカップリングが来るとわかったな。一流の地と教育を受けて波動を歩んだ絶対皇帝と、地方出身の二流血統で下克上の生き方をしたシンデレラという組み合わせの妙であって、接点の数とかは実のところあんまり関係ないんや。実はずっと公式 YouTube で PV 公開されたままだから黒歴史ではない。うまぴょい伝説が黒歴史になってないからな。なんだかわからない PV ではあるけど。なぜなら私は始祖の三女神を信じているんだが。やっこさんらルドーグ早でおぐり。この覇王はだいぶチャラそうだな。このオペさん結構背が高いよね。鈴鹿さんが歌ってるところでめちゃくちゃ笑ってしまった。妙にセクシーな表情で歌う鈴鹿さん。クオリティアップのための延期で、本当にクオリティアップしてるのものすごく珍しいよね。今回の新オープニングは、がっつりオグ玉のコンビにしてるので少し笑ってしまった。ルドルフがいなくなってしまってな。春うらら頑張るだと、うららが下着姿で寝てたり、うららのお父さんが馬娘だったりしてたよ。春うららの漫画は作者にほとんど何も情報渡してなかっただろ。この画面真ん中にいる団子髪の娘いるだろう？なんと彼女はツインターボではないかと噂されているんだ。なぜ彼女たちは野菜ばかり食べているのだろう？タンパク質も取るべきでは？そういや大気はパツキンだったな。GL のジャケ写で誰？って思ったら大気だった。なんか山奥にありそうな風景だな。牧場ってことか。クオリティアップっていうか、馬娘を動物として扱うのか、人間として扱うのか、みたいな根本的な部分からぼんやりしてたのを一から詰め直したんだろうな。ぼんやり作ってたら、思ってたよりちゃんとしないといけないなと気づいて、競馬熱がすごい人をさらに引っ張ってきて今になった。寝起きのダスカに人耳があるのってこの PV だっけ？何度見てもダスカの人耳確認で笑ってしまう。しかし PV7 年前か、幼稚園児が中学生になっておる。ターボが髪を染める前の頃か、この頃のターボも可愛いな。プロモーションムービーからデザインが変わったのはマチタンもそうだったかな。馬は草から腸内細菌の力でタンパク質を生成するらしいので、馬娘も野菜からタンパク質を生成できる腸内細菌持ちかもしれない。おう、誰だこいつは？王の前世での姿っす。入学当初ドードマスクキャラから、冗談による後輩可愛がり、本当に可愛がるによるイメチェン説好き。鮮烈デビューを果たしたオルフェを陰から見守りつつ、シティーサに何してんのよって声かけられた冗談が、思っていた以上の仕上がりにめっちゃ満足したドヤ顔しててほしい。
あなたがトレセン学園に入る前の姿です。昔から大型ミに愛されている証拠でございます。オフでラフな格好でコンビニに行く時の姿。私服でマスク着用してる可能性がビレゾン。意外と構想から時間かかってるのか、思いついて勢いで発信したコンテンツよな。まあそれこそ最初の認識は当時の勘で人気を受けて、蘇生乱造されてた擬人化ゲームの一つって感じだったなぁ。まさかここまで化けるとは思わなかった。前任のプロデューサーが辞めた時、道筋はついたみたいなこと話してたのに一向にリリースされなかったので、絶対こけたと思ってた正直。本当に勢いでやったから初期 PV とか馬ぴょいとか何もやること決まってないけど、とりあえずなんか作ってレベルの無茶振りだったらしいからな。許可はちゃんと最初から取っていたことは馬主サイドの話で明らかになってきたけど。小物のマスクはあるわけだし、この先、王がマスクをする可能性も。マックと帝王の間にいるのは推定誰？推定ブエナビスタだったはず。オルフェが変わったなら、ブナビや金亀もドカンと変えてくるかな。このブエナビスタのスペット感好きだよ。推定ジェンティルドンナが実際はマルゼンスキーだったこともあるから、オルフェかどうかは正直眉唾。なんでオルフェって初期はマスクキャラやったんやろな。天皇賞に面子つけたらおとなしくなりすぎて惨敗して、それ受けて宝塚で外したら圧勝したからでしょ。レース中とレース外での二面性を表現するため、とも。ユニちゃんにこの世界戦どうなったか聞いてみたい。急にエラーメッセージ吐き続ける可能性があるからダメです。これ見て毎回思うのが、よくこれで軌道修正できたよなと。擬人化キャッキャウッフ路線からスポコンへなんて大展開なんてなかなかできないわ。アニメ一期の伊藤プロデューサーが細江さんに話を持っていった時、今回の企画ですが競馬を冒涜していると関係者に思われないか心配で、と心配そうに切り出したくらいだから、元の企画案じゃダメだと懸念していろいろ軌道修正したんだろうと思う。王道スポコン路線にしたのはほんと大正解だったな。一歩間違えれば昔馬娘ってのがあって、とほぼ忘れられてた可能性が。未だにこの PV 見れる状態にしてる際でもすごいというか肝が太いというか、なぜか定期的に見に行っちゃうんだよな。改めて見直したらこの時点でゴルシーなかったんだな。言うてこのプロモのディープらしき馬が駆け抜けるとこは、デラかっこいいから何回も見てるわ。今の会長でも受けると思ったらやってくれそう。え？おぐり？馬娘の解説動画も上げてるので、他の動画もぜひ見てくださいのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。